ウケるね。ゴロンとしながら本読んで、お次は何？大好きキュッキュッ。チューは今違うわ。あら、ゆいちゃん危ないよ、またそんなとこ一人で登って。おお。ちょっと。危なかったね、上に座るとこやったね。何かぶってんの？お洗濯な、畳んでたんよ。そしたらかぶってたんよ。ジルバブみたいな。そうね。ムスリムですか？ヒジャブですか？ちょっとよりちゃんもなんかここら辺もね、うんちゃったりするから、あれ見て、すっごいなんか石かけてるからさ、なんか悪いことしてる意識はあるんよ。パンツかぶってる人、ほら、安尾さんが呼んでるよ。おはようございますって。おはようございます。上手上手。なんで熊手ってあんな、なんか値段分かれてるんだろうね。ねえ、だって値段やっぱ高いの買えばご利益いっぱいとくから、あとはいけないよね。本当ね、ケチったらそこそこしかないですよとか。ねえ、神様はダメやろそんな。ねえ、でも値段めっちゃ違うもんね。ねえ、なんかこれ1種類に統一でもいいのにね、値段6000円、1万円、1万5000円、そりゃ1万5000円買ったらめちゃめちゃご利益あるよ。2000円ください。2000円になります。ありがとうございます。熊手さ、俺人生で初めて自分で熊手買ったわ。私もすごいね、個人事業主っぽいね。ぽいね。俺西宮の恵比寿神社走ったことあるよ。あ、走ったことあるじゃないわ。行ってあのもうめっちゃ早くから並んで、もう前から10番目ぐらいに並んで、よっしゃこいけると思ったら、あのくじ引きがあって、あ、そうなんや。くじ引きがあって、あの門の前に並べる人が決まるんよ。だから早く行ったからっていうわけじゃないんです。で結局外れて、
外れた人5メーター後ろから10秒遅れとかで出発なの。あ、危ないから。門が開いて、だからあの前にいる人しかあの優勝のする確率ない。くじで決まるよ。じゃあまずはもうくじ運からやった。そうそう。2年連続で行ったけどね。くじが外れて結局走れなかったって。家内安全よ。頭良くなれ。熊でよ。なんのポッチャーやな。もう眠いね私って言ってる。寝た。